電車ってさ毎日遅れるやん電車って毎時間毎分遅れとるな、うん、とか朝ね、あの別に人身事故がありましたとか、うん、僕しょうがない、はい、車両事故があります、車両点検しました、うん、まあ許す、うんうんうん、あの信号トラブルありましたって、うん、もうしょうがない、うん、もう全部あの飲み込む、あそこ情報の上で、うん、異議申し立て、異議申し立て何もないのに、ただちょっと混雑したとかで遅れたりするやんか、あそんなことあんの、あ、そうなんや、何7時14分に着くやつが7時22分に着くとかさ、なんかあの遅延を出すほどじゃない小さな遅れを毎朝するやんか、もうそれさ着かへんの分かってるやん、7時14分に着かへんやん始発はええで7時10分に出ました、もう7時10分に出るやん、もう次の駅でちょっと遅れるやん、もう半分ぐらい行ったらもう5分ぐらい遅れてるやんえほんまにそんな感じなん、いやだって俺営業やからさ毎日朝お客さん先に行くわけよ、だから毎回こう違う電車乗ったり毎回乗り換えがちょっとずつ違うわけで、乗り換えちゃんと調べんねん、で調べてもう、到着地に何分に着きますと、でも、うん、電車はどうせ遅れるから一本早いのに乗ろうとかっていう情報もした上で、うん、まだ遅れるやろもうそれさ着く気ないやん、いやもうじゃあ着く気ないやろ、じゃあそれは最初にだって、うん、それ確かに田園としても中央線も、うん、小田急も京王も日本でも有数のね、ぎゅうぎゅうやん、東横も含め、うんね、あんなにこう人乗ったり降りたりしてたら、うん、それは昼間と一緒には行かへんよ、うん、そうやな、ずる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 なるよ、だって押し込めたりしてるやんか、うん、そうやな、うん、それをじゃあ加味しろ、加味した方がいいよね、確かにね、何年電車動かしとんねん、そうやな、あれがもう全然納得いかへんもん俺ただな、電車のダイヤってほんまに変えられへんねん、これすごい話やで、これはまあ一つの雑学なんやけど、まあ都市伝説的などこまでほんまなんか分からへんけど、電車ってまあ、ハブになる駅がいっぱいあるやんか、東京なんて特に大体ハブやんか、はい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 、ってなったら、まあ、あんまうまいこと言ってへんなっていうところもあるけど、一応なこっちからの線が例えば A 駅に着いたと、そしたら違う線の A 駅こ一応連動してるんよ、こっちから着いた時にの2分後に次が動くとか、はいはいはい、ってことはやで、一個のダイヤを変えるっていうことは、あの東京の交通も全部をちょっとずつちょっとずつずらさなあかんくて、それをできる人が日本で一人しかおらんねんて。うん。その人しかできへんねんて、そこまで全部このダイヤグラムを見ながらやれるんが一人しかおらんらしいよ。っていうぐらい勇気がいることなんよ。だからな、今度な、まあ、2年後ぐらいやけど、あの、新田町やったっけ、何やったっけ、山手線ついに34年ぶりかなんかに駅できるよ、もうドッキドキよみんな、鉄道関係者、この波を乗り越えられるか、いやもうこのこれを機に一気に加味しようぜと、加味しろと、だってそのもうその行ったら、A 駅に入りました、2分後、A 駅に入って接続しますって言ってるけど、この A 駅に入ってくる電車も遅れてるやんけそうやな、むしろそのせい でこっち側は、うん、ちょっと遅れが、うん、あの軽減されたりすると、はいはいはい、むしろ待たされたんねん、こっちはと、一回でもだからほんまにむずいんやと思うね、じゃ あでもまあ山手基準か、でもとはいえ山手が変わるわけやし、あそうやな、山手をまず加味すると1分1一個の一個の間、一分ずつ伸ばそう。朝だけでいいか。朝だけでいいか。の上で、すべて入ってくるやつを、流入するやつを加味して、それに、こう、あの、付随する第三勢力ぐらいの蒲田線とかを、ちょっとやって、2年後や、2013年、思って、そうやな、そう、ほんまに、もうこれはぜひお願いしたい。なるほど。いや電車で言うとさ、この前さ、ああって思ったことがあったんやけど、朝専門の日やって、まあ、東横に乗るんよ、で、座れるんよね俺は、で座れて、でとはいえ渋谷に着くまでにもう自由が丘ぐらいでもう乗車率 200% だよね、東横はものすごいんよ、もうほんまに、で自由が丘でもパンパンなって、うわって、俺は座ってるからええねんけど、もう痛い痛い痛いとかも言うてんねやんか、でもうなんかまあいわゆる店員さんが押し込む感じで、もうこれは無理やなと思ったら中目でまだめっちゃ乗ってくるみたいな、で立ってる人ほんま大変やなと思ってて、で俺こう座ってたんや、で俺の膝、俺の斜め前に子供2人乗っとってやんか、ほんまに5、6歳の子ら、
で子供やのに大変やなと思ったけど、まあ、子供だけあってその 250% をめっちゃ楽しんでるやつやなって言って、で俺が見えてるところには男の子ってで俺に近いところの子も俺はなんとなく男の子や思っとって、はいはいはい、見えてなくて、でなんとなく男の子やと思っとって、でその子のお尻が俺の膝に当たっとってやっぱずっと、で別になんてことなく、まあなんか大変そうやけど楽しんどるなって子供って無邪気やな思いながらおってオファーってしとったんやけど、お尻が妙に柔らかいねんか、あらと思って待ってみたら女の子やってんやんか全然そういう趣味はないはずやったんやけど、いいですねザワヒーの感じがいいですね3シーズン味わいたいですねいや、チャレンジャーやなあの弱いにして多分まあ4歳でも4歳でもやっぱ柔らかいんやな、お尻柔らかかったの、すっごい女の子、男の子だちょっと一味も二味も違うんやな、そうだね、うーんっていうことがあったなもう一個あんねん、電車のな、昔ケンタも言ってたよ、プルルルルって鳴らして、ああはい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 、で急ぐやん当然ながら、おかしいやん、でその時ケンタ言うとったやんか、それやったので駆け込み乗車はおやめくださいって言うたらプルルルって鳴らすなって、そうそうそう、まあそれもそうなんやけど、俺の場合はまた一つ違っていて、例えば渋谷から山手乗るってなってプルルルって鳴っとんやん、はいはい、あーと思って俺も階段ガー降りて、でなもう座られへん、で立つんやったら窓際がいいやんか、だから一番最後にペコって乗ったら一番いいんよ、ああそうやな、やったらもうそのまま窓際でこう折れるやんか、でプルルってなってるからふわーって走って行って、でもう窓際取りみたいなサラリーマンとかがおんねんやんか、プルルってなってるからめっちゃ急いで行ってギリギリ間に合ってその窓際取りのやつにふふんって言って俺の窓際っつってプルって乗って、いやよかった窓際取れるわ早く閉まれと思ったら案外閉まらへんのよあれ、あで俺も窓際取りっていう顔してたらもう一人サラリーマングイってきて、そいつが窓際取りってなってたらもう一人来るみたいな、案外閉まらんくないあれプルルってなってから、ほんまに、うん、それはあれやった多分余裕がある時やったよ、もしくはなんかトラブってるとか、あそうやな、あの窓際取りをもうだから案外窓際取りってなってから逆に押し込まれて押し込まれて逆の窓際っていうぐらい案外閉まらへんよねあれ、確かに確かに、うん、俺最後やっていうのは大体最後じゃない、最後じゃないよな、だからほんまのほんまで俺最後やみたいな煩悩がない状態で入ったら、まあまあ